新さん、はい、レフリーは小川実、この試合はノックアウトルール3分5ラウンド制で行います。なおこの試合は各手を必死に打てない。逆にそうじゃない要素を探すのが大変ですよね、はい、いやまあ勝地が最初どういう風に出るのか、うん、様子を見るのか、まあ、前日計量の時は全てを使うと、うん、激闘にはならないと言い切ったんですがね、うん、そして前内選手も必殺技を2つ用意してきたと言ってますからね、どんな技なのか今期待です。キングオブノックアウト初代ライト級王座決定トーナメント準決勝、一つ目の椅子を争います。前内タイソンと勝地、その必殺技が何なのか。勝地は止まらず、そうですね、動いたわけですね。今積極的に動いているのは前内ですよね。そうですね、はい、さあハイキックを飛ばした勝地、リズムよく動けているのは前内選手ですね、はい、ちょっと宮さん受けに回ってますかね、勝地がやや、うーん、まあ様子を見てるんだと思うんですけど、はい、まあ、チャンスがあればあの踏み込みの早い、はいはい、勝地選手踏み込み早いですね、はい、さあここですまっすぐ入る、そして前蹴り、あの前、そうですね、あの前蹴りもですね、お腹狙ってきたり顔面狙ったり、はい、打ち分けられるので、うんうん、バックスピン、前選手としたらこの前蹴りは嫌ですね。勝地はロープ背負ったら動いた方がいいですね。さあ前蹴り、うん、逃げ場が少ないところで止まらない方がいいですね。さあバックロー、そして前蹴り、前蹴り、前蹴り、顔面を狙ったが、これは受け止められました。勝地は様子を見てるのかなと思ってたら、ああいうふうに当たるともう一気にいきますんで、これ宮城さん、ね、リズムを急に変えられると嫌ですよね。そうですね、びっくりするんで。さあ今度はサイドステップ、横に動いた勝地、足を止めて、勝地選手足動いてきましたね。そうですね、運動を蹴った、足も出ます。ワンツー返してボディ、勝地はもう少し、ジャブが少ないのでジャブを出しながらリズム作っていったら、で前に選手はもうじり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 前に行って、はいはい、もう得意の吹っ切れのパンチですね。そうですね、はい、強打をいつ出すか、はい、当てみたいですね。さあステップワーク、前に出る、ワンツー、ローだけで終わらずにああいうふうにパンチを返せるのがとてもいいですね、はい、そしてその前蹴り、ラスト30秒、前蹴り選手は攻撃をもらったら必ず返すことですね。さあロープに詰まったか、コーナーですね、コーナーを背負う、前に出るか、勝地回り込む、メダル、前蹴り選手のあのプレッシャーは強いですね、うん、ちょっと勝地はじりじりと下がらされてることが多いので、はい、まあ、でも下がりながらでもしっかり相手を見てますね、うん、さあ残り10秒切った、3中3、第1ラウンド終了、第1ラウンドが終わりました。さあ石井さん、はい、動きがあったのは前内でしたが勝地も返しました、ね、はい、あの終了間際のああいうパンチの打ち合いが今日のピンポイントになると思います。はい、もう本当にお互いに一発で倒せるパンチ持ってますので、ああいう打ち合いの展開になったらもう本当に、ただいまのラウンドの採点は現金ですよ、ジャッジ3名が10対10のイーブンとなっております。今回は勝地選手のスーパーマンパンチは見れますかね。で、これからもう多分まだ技を隠してる状態ですね、まだ、はい、この勝地はそこまでエンジンかかってます。第1ラウンドジャッジは3人が10対10イーブンをつけています。セコンダー、ケイさん、これはまだ序盤ということで、そうですね、でもすごい緊張感ある試合ですね、うん、さあセミファイナル第6試合はキングオブノックアウト初代ライト級王座決定トーナメント準決勝、そうだ、出ましたね、いきなり出ました、出た出た、いきなり出しました、さやさんがいつ出るんでしょうかね、今出ました、ボディーテイク、前口、前口選手下から攻めたいですね、ボディーから上に、さあボディー、もう一度掴んでオーバー、これは一発ありますね、ありますね、マジが重いですね、
今のもガードの上気味からなんですが、ちょっと効きましたね、うん、まあ、ちょっとプレッシャーかかりましたね、今の感じ、ちょっとやばいぞっていう気持ちにもなってます。このラウンドはボディから入っていた縦肘を見せる勝地、そうですね、あと来た、今度はあのスーパーマンパンチなんですけど、スーパーマン肘ですね、今飛ぼうというところ見切った、ちょっと肘はやっぱり身長じゃないと当たらないので、飛びながらなかなか当てるのが難しいんですけど、でもそういう技を出しておくと、例えばリズムにも乗りやすいですし、はい、惜しい、マハムザパンチ、ちょっと距離遠いか、井上選手はそうですね、あのキャッパーをですね、パンチから、うん、パンチからそうですね、下に蹴れるともっとあの重たい低くのパンチが当たりやすくなるので、はい、ローはなくなっちゃいますね、そうですね、うん、さあ逆に勝ちがローから、ロー取ろう、詰めるコーナー、勝ちは縦肘、左の縦肘を井上選手が入ってきた時に狙ってますね、そうですね、あの深志選手にやった左の縦肘です、はい、まあ、あれで決まりましたからね、そうですね、さあ右からもこれは肘だったか、まあ、それもあの右からも掴んだ、はい、まあ、勝地はもう本当いろんな引き出しを持ってますので、そうですよね、はい、試合前にもとにかくパンチキックありとあらゆる技術を使って倒すと言っていました、うん、ここでもショートレンジからスーパーマンパンチ、うん、出ましたね、もうちゃんとでも前選手は見えてますね、うん、そうですね、見えてますね、さあボディを放っていった前口、まだ打ち合いは見えてないですね、そうですね、ロー、ロー入っていく、この範囲怖いですね、そうですね、もう一度、はい、ラスト30秒飛んだ、うん、ラインランドも30秒来ています、勝地は打ち合いを避けてますね、あ、やらないように戦ってますね、マリミ前線のあの深下の激闘、うん、そうですね、ま、激闘は今回は期待しないでほしいと、しっかり防御する、あの範囲狙ってましたね、ちょっとナイスなタイミングで入りました、うん、何度か頭をかすめたんですかね、これでゴング、ダイヤンド終わりました、いや、石井さん、おっしゃった通り、はい、残り10秒のところで、うん、マリ選手もやはりどちらかというと重心が低い選手なんですね、はい、で重心低くじりじり前に出てプレッシャー与えてこの、まあ、パンチを当てていきたい選手なんですけど、まあ、ちょうどこのそのパンチを当てに行くときにですね、この右ハイキックが、そうですね、はい、いいタイミングで当たりましたね、はい、これ以上ないっていう、ただいまのラウンドの採点は、ね、結構ジャッジ3名が左に傾くことなんで、それに合わせて右のハイを打つと勝地選手狙ったんで、もう狙い通りなんじゃないですかね、勝地はもう縦引きで相手が入っているタイミングをずっと測ってたので、はい、ちょっともう目が慣れてきたんですよね、で前口選手がこう入ってきた時に何かを出す、セコンダー、それが今回はハイキックだったんですよ、そのたまたまハイキックが当たったんですね、さあジャッジも3人が10対8で勝地を支持しました、弾丸を取りました勝地、まあ、ここで前口選手もここでスイッチ、まあ、そうですね、はい、入れ替えて、来たか来たか、はい、どんどん前に出てプレッシャー与えていくと思いますよ、手数が一気に増えます、はい、前口第3ラウンド、はい、一方の勝地も左の縦肘を使いながら進撃を止めます、まあ、勝地も冷静ですね、はい、ダウン取ってるけどまた、はいはい、うん、距離取って戦ってます、入ってくるタイミング見上がってますね、そうですね、はい、で左右の動きがいいですね、今日は特に宮城さん、これ先ほどと同じパターンでハイキックが入るかもしれないですよね、そうですね、まあ、その分あれですね、前口選手は距離を詰めて、はい、行きたいんですけど縦肘が来るんで、そこを警戒してほしいですね、うん、そうですね、細かい肘も当てながらここは荒くれる、荒くれる前口、マリ選手もやっぱり先ほどのハイキックがあるので、はい、その残像が残ってますから、ちょっと入りづらいですよね、つまりパンチの踏み込みですよね、はい、縦肘もあれば右のハイも飛んでくるんで、はいはい、正直には入らないですよね、さあコンビネーション勝地、はい、ちょっとフェイントかけながら行った方がですね、ちょっと勝地は目慣れてきた、そうですね、ありますね、はい、マリ選手ボディがなくなっちゃいましたね、そうですね、バックアップロップガードした勝地、そしてハイキック、今度は左だった、飛んだ、ね、
今は肘でした。今日は飛んで肘が多いですね。くれましたね。どうなんでしょう、これは肘なのかバッティングなのかどっちかですね。肘を当てに行ったのが勝ちですが、肘ですね。でも浅そうです。なおこの試合は前田選手肘の攻撃によるものです。バッティングではありません。お聞きいただいた通り、今カウンターのように前口に肘が入ったというふうに見てるわけですね。うん、すね。さあ、ここで思わぬ傷を負った勝地ですが、再開します。再開されます。大丈夫、打ち合う打ち合う打ち合う、勝地としては打ち合わない方がいいですよ。あの勝地との激闘が、激闘が来た。勝地のスイッチ入っちゃいましたね。おー、ナイス、いいですね、笑ってますね。こうなるとマラソン、左切れた、左切れた、打ち合う、打ち合う、止まらない、勝地がロープ背負って止まんない方がいいです。回って、左右の動き、はい、はい、はい、そうですね。おー、ここでスーパーマンパンチですね。さあ、この位置の手ですね。大輝の手にこの勝地の右ハイキック入りそうですね。肩が閉まってますか。ナイス、ナイス選手もやっぱりこう疲れが下がってきたので、ガードも少し下がってきているので、肘が入る勝地。前田選手も切れました。鼻ですかね。鼻が少し切れてますね。さあ、残りは間もなく10秒、第3ラウンドです。ロケットアウトロー蹴り合っています。残り10秒、ここからハイキック。勝地も冷静ですね。誘ってここで今回第3ラウンド終了。いやー、石井さん、やはりエンジンをかけましたね、勝地の方が。そうですね、また今回も記憶なくしちゃうんじゃないですかね、勝地。やばいですね。そんな戦いを してますよ。宮城さん、逆に勝地がどんどん来れば前口にもチャンスが広がるっていう。そうですね、見てる方は面白いですけど、セコンドからしてみれば打ち合わないでほしいみたいな。してますよ。はい、まあ、マリ選手は来てくれた方がいいですよ、これは。もうあの勝地がガンガン前に来てくれた方が、得意のパンチが当たりやすいので、はい。ただ冷静に見てダメージがあるというのは前口でしょうか。そうですかね、はい。今どちらかというとマリ選手の方がダメージが多いですかね。カットさせられましたが、次が4ラウンド。セコンダー、セコンダー。さあ、いよいよ第4ラウンドになります。キングオブノックアウト初代ライズキ王座決定戦トーナメントの準決勝。あ、いいですね。こうボディ狙ってきたんですね。ボディから攻めたいですね。散らしてあげた方が。前のラウンドの最低に行きました。ジャッジ1名10対9前口、ジャッジ1名10対9赤勝地、ジャッジ1名が10対10のイーブンとなっております。イーブンですね。イーブンですね。おお、2人が10対9でそれぞれにつけて残り人が10対10。第4ラウンド、いや失礼、第3ラウンドはイーブンと見ました。4ラウンドに入っています。さあ、ややまたここも丸先生、少し蹴りを増やしてきてますね。そうですね、蹴りから入ってます ね。ここでは冷静に蹴りから入っていきます。前口、打ち合う。次もハイキック。ボディ狙って上を狙ってるんですよ。なるほどね。ボディ行くふりして、はい、目線でフェイントしてるんですよね。もう一回ボディ行くふりして上にフックを打ち込んでますね。得意のフックですよ ね、前口。はい、はい、もう組み立ててますね。今度は上から下でした。勝地選手は打ち合うなって言われたんですかね。まあ、勝地は打ち合わない方がいいですね。はい、さあ、であるならばやっぱり蹴りたいですよ ね、 勝地ね。ここも一発の破壊力は前口選手の方が上だと思うので、はい、ちょっと打ち合いは避けた方がいいと思いますね、勝地は。まあ、相対的に見て、宮城さん、これ手数が前口になってますもんね。そうですね、このままでは、はい、
でもまあ返してあのファインターカズ選手も狙ってますけど、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。第4ラウンド前口がダウンを取った。さあ残りは1分切っています。まあ、止まらないですね、カズが止まらないわけです。足を動かした方がいい。またじりっと5段迫る。いい、引いてるか、引いてるか、ワン、ツー、スリー、ダウンを返す、返す、ヒジ、ヒジ、止まらないですね。マイル選手の攻撃が止まらないです。いいですね。ラスト30秒。さあ、カズジが追い込まれたか。どっちもチャンスありますよ。そうですね。ヒジ、取れた。カズジはダウン取られたんで、ちょっと前に出だしたんで。おお、いい。押す、押した。ヒジ、残り10秒になる。さあ、まばたき厳禁10秒。大事なんですけども、それ以上のもう気持ちですよね。もう本当に気持ちの勝負になると思います、最終ラウンド。はい、これ左フックですね。左フック打つときに、はい、先に前口選手の右のストレートが当たってるんですね。はい、フック狙ってるんですよ。まっすぐ伸びた右の拳が勝地の顔面捉えました。さあ宮城さん、はい、お互いかなり疲労していますが、そうですね、最終ラウンド、まあ、そうですね、最終ラウンドなんで、多分これで勝つか負けるかも全然ペット違うんで、はい、お互い気合いやめて絶対面白い試合になるんじゃないかと思います。この1セットカウント、ライト級のトーナメント、はい、第5ラウンドもし終了してドローの場合はエキストララウンド延長が1ラウンド組まれております。ラウンド5ファイナルラウンド、絶対に決勝行くんだっていう気持ちの強いのが勝ちました。さあ、ファイナルラウンドです。初代のライド級王座を目指して、マーグスとカズジ打ち合う。おいいですね。怖い怖い。ミドル決定、ミドル決定、ボディ、膝。カズジのパンチも速いですね。速いですね、まだ疲れてないですね。はい、スピードが落ちてない。おーしい、うん、飛んだ形に撃墜しようという前口。おーですね、左に倒しますね。カズジの右の肘、お互いこの攻撃が止まらないところがいいですよね。止まらないところがすごくいいです。はい、こうやって必ずコンビつなげてるんで。前出る前口、ジャブを突く。プレッシャー与えてるのはマギ選手ですね。そうですね、手数で手数で上回るか飛ぼうというところ。右だ、飛んだ、右ヒジ、おーロープに詰まっている確実。さあ前口が動き続ける。飛んだが、もう打ち合う、仕掛けで打ち合う。前口選手はこれをやりたいんですよ。打ち合う、打ち合う、またまた激闘になっている。激闘になっていると感じ、前口が右、行け、もう2人とも手を忘れてます。どっちだ、どっちだ、もう2人とも手を忘れてます。どっちなんだ。そうですね、もう肘も出せるといいですね、この打ち合いの中で。もう気持ちの戦いです。そうですね、もう気持ちの戦いです。おい、ラスト1分、お互い力落ちてないですよ、まだ。さあ1分来た、1分来たぞ、大丈夫だ。もう気持ちです、気持ちです、気持ちの戦いです。おお、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。どうだ、ファイティングポーズ。残り30秒。さあ、カズジが取られた。ラスト30秒。テーブル。シンカー、カズジ決勝進出。
と思うんですよ。なさそうですね、はい、ただ宮城さん、はい、こんだけ心を震わされる打ち合いっていうのもね、そうそう見られない。もう本当ですね、もう、まあ、トーナメントだからっていうのもあると思いますけど、もう本当に選手持っているスキル、もう根性が全てもう混ざり合って打ち合いでしたね。チャヤさん、はい、もう超えてない。いやもうね、涙出そうでした私。もうこんなにあの熱い男の戦いがこんな目の前で見れるんだっていう打ち合いがね、もうね、鳥肌立ちましたね。チャヤさん、まあ、本当に涙目じゃないですか。いや、しかもリングサイドにいた小野寺プロデューサーが涙拭ってるの見えちゃったんですよ。もうそれ見てね、もう涙出そうです私も。さあ見てみましょう。これ飛んで、これも入ったんですが倒れない前打ちで右、ここでダウンを取られます。まあ、こういう打ち合いの中でもああいう飛び膝を出してくる、まあ、5ラウンドですけどね、このタイミング出されるの嫌ですよね。上井選手したら嫌ですね。ただこのラウンドやっぱり飛び膝もすごくスタミナ使う技なんで、はい、これを出せるということはしっかり練習していた証拠ですよ。そしてこの表情の勝地安江さん、まあ、地元、超地元なんで、そうですね、絶対に負けるところなんか見せられないんですよ、ね、もう地元の方のパワーもあってですよね。こんにちは。さあ勝地がマイクを取った。皆さんの応援のおかげで勝てました。蒲田のみんな手を挙げてください。地元のみんな、僕の地元神戸のみんな、少ないですね。今回自分のトレーナー陣とはサポートしていただける皆さんの気持ちを背負って、もう自分だけの方じゃないと思いながら毎日頑張ってました。まあカットされたりダウン奪われたりして心が折れそうになったんですけど、まあ強い気持ちを持って皆さんの応援背負ってるんで頑張りました。次は12月10日ですか。トーナメントあと1個残ってるんで、あと1コマかけて森井選手対町田選手、まあ、どっちが勝ってもいいように練習積み重ねます。今後とも応援よろしくお願いします。大きい声援ありがとうございました。